Hola, me llamo Haruna. Hola, me llamo Kayanuma. はい、今日はレクシオンクワトロということで、スペイン語の、自己紹介をやっていきたいと思います。はい、はい、で、今日のコーヒーはですね、カフェデスカフェイナードということで、デスカフェイナード、デスカフェイナード、はい、それはどういうことですか？はい、カフェインレスコーヒーです。なるほど、はい、はい、デスカフェイナードっていうのがカフェインレスという意味ですよね。はい、そうですね、はい、そうです。今、カフェテナンコで人気の話題、まあ、結構人気ですね。はい、人気ですよね、はい、意外に人気です。はい、メニューも今ちょっと増やしつつやり始めてます。はい、はい、カフェインレスコーヒー飲みながらやっていきたいと思います。はい、はい、まあ、自己紹介はね、いつもやってますけどね。そうですね、手出しで、メジャモカヤヌマンっていうね、はい、メリアモカヤヌマン、はい、まあ、私は、まあ、でもこれ結構複雑ですよね。そうですね、そこはもう型で、そうですね、はい、詳しくなんか文法を言おうとすると、はい、結構独特な、はい、言い回しになっちゃうんですけど、これは型でね、はいはい、覚えてください。はいはい、まあ、名前を紹介するのはもう一つありますよね。そうですね、ミノンブレエス、はい、うん、カヤヌマンというね、はいはい、私の名前はカヤヌマンですという、はい、英語だとマイネームイズなんちゃらみたいな、はい、うん、はい、やつと、まあ、2種類ありますよね。はい、ありますね、はい、あとは、まあ、名前を聞くときですね、うん、なんて名前ですかっていうときはコモテジャマスって言います、うん、コモテジャマス、はい、あなたの名前は何ですか？はい、はい、中米だとコモセジャマス、ジャマス、コモセヤマ、うん、そうですね、コモセヤマですね、コモセヤマ、コモセヤマ、まあ、どっちでも大丈夫ですね。どっちでも大丈夫ですね。はい、はい、なので、まあ、例えばこう私がコモセヤマ、メジャーもハルナという感じですね。はい、名前としては、はい、あなたの名前なんですかと、ね、はい、コモセヤマ、コモテジャマス、はい、はい、まあね、手になるとジャマスになるんですね、はい、動詞がね、活用しちゃうんでね、はい、そうなんですね、スペイン語はね、はいはい、そこちょっとややこしいところですけど、はい、うん、型で覚えてもらえばと思います。はい、はい、ちょっとホワイトボード持ってきていいですか？はいそうなんです。スペイン語はね、そういうところが難しいところですね。まあ、動詞が活用する分ね、主語がなくてもいいんですけど、はい、動詞活用しなくてもいいから主語言った方が簡単ですよ。ああ、そうですね、確かに。英語とかは主語省略できないですね。はい、絶対必要ですもんね、うん、誰が言ってるか分かんなくなっちゃうけど、スペイン語は動詞の活用を見れば誰がそれを発言してるかっていうのが分かるんで、はい、分かります、うん、はい、便利なんですね、そういう意味ではね、はいはい、あとはソイとかも使えます。ソイ、ソイハルナ、なるほど、ソイハルナです。はい、豆乳ではないです。違います、はい、ソイ、これは、そうですね、言わないですか？俺はあんま言わないな、そういうメジャモの方が、メジャモか、もう、あとはもうシンプルにカヤヌマもうそれ、名前だけ名前だけでもいけます。それは全世界全世界それで、なんて言うんだろう、メジャモじゃなくて、私はというよりは、例えばこうカヤヌマンと呼んでくださいってね、うん、あ、はい、私を何々と呼んでくださいっていう感じですね。そうですね、ヤマメカヤヌマン、私をカヤヌマンと呼んでくださいっていう自己紹介の仕方、うん、こっちの方が私はよくやりますね。ヤマメ、
いろんなパターンが、いろんなパターンが ね、あるんですよね、はい、スペイン語は本当になんかある一個のことをいろんな言い回しがあって、複雑ですよね、はい、まあ逆に言えば何でも何でもいけるっていう、うん、はい、いやきっとすごくこうラテン系の人たちこうコミュニケーションが活発なので、そういう言語特性もあるんだと思いますよ。 ありそうですね、うん、いろんな言い回しができるんで、はい、とにかく喋る、はい、うん、でまあよろしくよろしくねっていう、はい、うん、ムーチョグスト、ムーチョグスト、ムーチョグスト、よろしくって、はじめましてとか、そうはじめましてとか ね、うん、なんか結構でもいろんな場面で使うよね、ムーチョグストって。なんかこう会って最後別れる時とかにもムーチョグストって、うん、言ったりする。こんなところでムーチョグスト使うんだって思った記憶が、なんか始めだけじゃないって、うん、エンカンタードとかって言わないんですか。あ、エンカンタード、エンカンターダあるね。結構スペイン、ヨーロッパ的な感じですかね。かもしれない。あんまりスペインのスペイン語っていう、中米でなんかおーって言ってエンカンタードって あんまり言わないかな。なんかスペインは結構エンカンタード、エンカンターダっていう感じますね。あ、確かにムチョグスト、中米の生産者が来た時は皆さんムチョグストって言ってますね。うん、ムチョグストすごい使う、うん、エンカンタード、エンカンターダはあんまり聞かないですね、中米だとね。でも同じような意味、同じような意味ですね、はい、あのなんかスペイン語会話集とかには絶対書いてありますよ ね、 すね、エンカンタード、はい、書いてある書いてある。結構スペインのスペイン語と中米のスペイン語違うんで、ね、違いますね、はい、使ってる単語とかがね、はい、あとまたメキシコもちょっと違います、ね、メキシコも違うんですよ、はい、メキシコもなんかすごい独特な表現というか単語とかがいっぱいあって、はい、出身地を聞く、はい、ね、はい、これもまあ挨拶としては基本的なところですね、はい、はい、なんか出身地とかあの家族とか、はい、結構聞くよね。あ、聞きますね、はい、なんか日本だとあんまりそこまで突っ込んで聞かないですよね。そうですね、家族いきなり会ってなんか兄ちゃん姉ちゃん何人いるの、うん、とか聞かないけど向こうの人って聞くよね。聞きますね、うん、はい、確かに。お前 何人兄弟なんだよとか、うんうん、上に誰がいて下に誰がいるんだとか、はい、うん、結構突っ込んで聞いてくる、はい、出身、どこ出身ですか、はい、どこ出身ですかというフレーズ、はい、はい、お願いします、はい、で、どんでエレス、で、どんでエレス、はい、どこで生まれましたかっていう、はい、はい、どこ出身ですかと、はい、はい、それに対して、答える方法、はい、そいでハポン、うん、そいでハポン、はい、日本の出身です。さっき出てきたソイですね。ソイですね、はい、はい、ソイでエスパーニャとか、はい、ソイでエスタドスウニードスとか、はい、エスタドスウニードスってあのアメリカ合衆国ですね、はい、はい、アメリカ合衆国はエスタドスウニードス、すいません、はい、長い結構ね、その国名とかもね、あ、はい、いろいろあります、いろいろありますからね、はい、まあ、おいおいやっていきたいですからね、はい、兄弟何人、うん、兄弟何人、どう聞くかね。クワントス、クワントスエルマノスティエネ、ティエネ、うん、ですね、うん、はい、クワントスエルマノスティエネ、あなた兄弟何人ですか、はい、いきなりいきなり会った人に兄弟何人だよって聞かないですけど、でも結構普通に聞かれるから、うん、うん、確かに、そうです。もうなんかタクシーのうんちゃんとかにも聞かれる、そんな話しますね、うん、タクシーのうんちゃんとは話をしてると兄弟何人だよみたいな、で俺は 何人兄弟で娘が何人、はい、息子が何人いてさみたいな、そんな話からこう始まっていくみたいな、はい、うん、返しは天語、
私は妹が一人いるので、うん、はい、天吾、ウナ、エルマナ、うん、なるほど、はい、天吾、ドス、エルマノスですね、はい、私は弟と妹が一人ずついる、はい、二人の兄弟ですね。そうですね、はい、この変化もまた面倒くさいですよね。面倒くさいですね。エルマナ、女性系ですね、はい、が妹、お姉さん、でエルマノス、私の場合はドスエルマノスになったんで、はいはい、ドスで複数形になってるんでエルマノスで最後 S がつくと、はいはい、でしかもあれですね、男と女がいる時って男の方に合わせますね。そう、エルマノスになったけど、はい、これが妹2人とかで両方とも女だとエルマナス、そうそう、うん、ドスエルマナスになるというね、はい、めんどくさいですけど、でも聞いた時にすぐ分かるわけですよね。そうですね、はい、あ、この人女性2人、うん、あの兄弟がいるんだとか。すぐ分かりますね。まあでもエルマノスの場合男2人なのか男と女なのかは分からないですけどね、はい、そういう変化があります、はい、あります、はい、これめんどくさいですでもまあ間違えても大したことはない、まあ、そうですね、うん、その流れであれですよね、年齢とかもクアントス、クアントス、アーニオス、ティエネ、何歳ですか、うん、何歳ですか、数字はやりましたもんね、うん、この前、そう、はい、そしたら天吾、クアレンタイ、シンコアニオスとかね、そうですね、はい、いうわけです、はい、はい、まあ、ここで数字をね、やっぱ使わないといけない、はい、そうです、ね、うん、なので数字はマストですね、はい、そうです、はい、なので、まあ、こう自己紹介をすると出身地だったり家族の人数だったり、はい、年齢だったりね、もうすぐに個人情報丸裸にされますよね結構向こうの人オープンですからね、うん、うん、そうですよ、はい、というわけでこんな感じですかね、自己紹介、はい、はい、そうですね、まあ結構いいんじゃないですか、今日の講座がちゃんとできればね、はい、もうなんか会った時に一連のこうその流れを終えてお友達になれます、なれるという、うん、はい、素晴らしいと思います、はい、それではまた次回のスペイン語講座でお会いしましょう。アディオス。アディオス。アスタルエゴ。